さんこんにちは。ドラマー専門整体院ウェーブ院長の原です。今日はツインペダルのための座り方と姿勢について解説します。ツインペダルの場合は座り方とペダルのチューニングによってパフォーマンスの質がほぼ決まります。これはなぜかというと体幹を支える足がないからです。シングルの時は左足、つまりハイハット側に体を預けられるのに対してツインペダルの場合はそれがありません。両足を動かさないといけないので骨盤で体幹をしっかりと支える必要があります。具体的には椅子の座り方、椅子の高さ、椅子とペダルとの距離、ペダルのチューニングが適切かどうかが大事です。まずはその中でも特に影響の大きい座り方について解説していきます。まず座り方で一番大事なのは座骨で座るということです。座骨というのは骨盤の一番底に当たる部分です。で、座骨の触り方なんですけど、こうやって立ってもらってお尻のこの辺りに手を置いてお辞儀した時にこうポコッと出てくる骨があると思うんですけど、これが座骨です。で、ここが椅子の座面につくように座るのが大事です。こうなってしまうとダメです。これは先ほど説明した座骨ではなくて仙骨というところで座ってしまっています。これだと重心が後ろに行き過ぎてペダルに対して荷重をかけづらくなります。そもそも骨盤には正しく座れていたとしても立っている時の何倍もの負荷がかかると言われています。なので悪い姿勢で座る癖がついていると安定して早く踏めなくなる上に腰痛のリスクが高くなってしまいます。そうならないように座骨でしっかり座るようにしてください。うまく座骨で座れない人はまず椅子の高さを調整してみてください。椅子が低すぎると骨盤が後傾といって後ろに傾きやすくなってしまいます。これだと先ほどの悪い例で示したように仙骨で座ってしまいます。逆に高すぎると前傾してしまってお尻が浮いてしまいます。椅子の高さの目安はつま先立ちにした状態で股関節が90度ぐらいになる高さです。個人差はありますが少なくともこの高さ以上にはしてください。そうすると正しい姿勢で座りやすくなります。あとはペダルと椅子との距離も大事です。距離を近くしすぎて膝の角度が90度以下になってしまうと足首の可動域を制限してしまって良くないです。だいたい膝の角度が90度から100度くらいになるように椅子とペダルの距離を調整してみてください。ここまでできたら最後にペダルのチューニングをします。足を乗せた時にビーターが座面につくかつかないかの状態になるように調整してください。スプリングの強さを変えるかフットボードの角度を変えても構いません。これで座ると、これがツインペダルのための正しい姿勢です。この状態でツインペダルを踏むと安定して速く踏めるようになります。もしもこの正しい姿勢が辛いと感じたら下腹部のインナーマッスルである腸腰筋が働いていない可能性が高いです。腸腰筋というのは腰の安定感を決める筋肉で背骨、骨盤、大腿骨の3つにまたがってついている筋肉です。なのでこの筋肉が働いていないと背骨と骨盤をうまく支えられず正しい姿勢が取りづらくなります。そこで腸腰筋を活性化させるための簡単なエクササイズを一つ紹介しておきます。まずね、座骨で座っていただいてへそから指4本分上のところに中指が来るようにこのようにね指を揃えます。そして息を吐きながら背中を丸めていきます。頭を低く倒していきます。で、息を吸いながら胸を開いていきます。背中は反っていきます。
横から見ると、このようになっています。で、こうならないように背中をちゃんと丸めながら、指が深く溝落ちの奥に刺さるように、このようにで肩も巻いていきます。で、息を吐きながら、で吸う時には胸がこう開いていくようにと、このようにやってみてください。これで先ほどより楽になっていると思います。ぜひ試してみてください。以上がツインペダルのための座り方と姿勢の解説でした。正しい姿勢で座ることで早く踏める、楽に踏めるというのはもちろんなんですけれども、腰への負担を減らして怪我の予防にもつながります。ぜひこの機会にご自身の演奏姿勢をチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。